そしてこの後共産党の志位和夫委員長もこの後4時からこちらの場所で街頭宣伝をさせていただきます。この後まもなく4時から参議院大阪選挙候補の辰巳晃太郎、そして共産党志位和夫委員長、衆議院議員です。立教の上の皆様もこんにちは、ありがとうございます。そしてね、今日今聞いていただいている皆様方のこれからあと4時間の一票一票の奮闘が本当に結果を分ける、そういった大決戦の状況です。今4番目5番目公明党の候補と大接戦です。消費増税を進める公明党か、それとも消費増税を止めてちゃんと消費増税に頼らない財源作りをやっていくこの男辰巳晃太郎か、ぜひ皆様方に選んでいただきたい。消費増税は止めることができます。辰巳晃太郎、この大阪選挙区でそして比例代表で共産党を伸ばしていただいたら必ず消費増税止めることができます。今日はスタッフがね、どうしたら消費増税止めることができるのか、このご案内配らせていただいてますんで、ぜひ近くのスタッフからどうやったら消費増税止められるのか、辰巳晃太郎にできるのか、このことね、ぜひ皆様方にご覧をいただきたいと思っております。今、共産党志位和夫委員長もこちらに到着をしました。こんにちは。大阪駅周辺ご通行中の皆様、共産党志位和夫委員長とそして参議院大阪選挙候補の辰巳晃太郎です。参議院選挙は明日1月21日、明日予定がある方は今日9時前投票、夜の8時とか9時まで行っていただくことができます。どうも立教の上の皆様もこんにちは、共産党志位和夫委員長と参議院大阪選挙候補の辰巳晃太郎、今こちらに到着をいたしました。それでは4時になりましたので、大激戦大接戦です。本当に今4つ目の議席を公明党候補とデッドヒート、今聞いていただいている皆様方の本当に最後の働きが勝敗を分ける、そんな大阪選挙候補の辰巳晃太郎から先にご挨拶をさせていただきます。ではよろしくお願いします。ご通行中の皆さん、お集まりの皆さん、辰巳晃太郎です。どうぞよろしくお願いいたします。大激戦の大阪選挙区です。どうか皆さんの力で私を国会に送り返してください。どうぞよろしくお願いいたします。今回の選挙は命を守る選挙です。医療費が払えなくて命を落とす人たちがいます。母子家庭でお金がなくて無理心中を図る、そういう親子もいます。年金の問題、老後に2000万円どころか非正規雇用で厚生年金すら入れない人たちがいます。皆さん、今の安倍さんの政治はとことん弱い者いじめの政治なんです。一体誰のために政治はあるんでしょうか。一体誰のために法律はあるんでしょうか。皆さん、政治は弱者のためにあるんです。 1% のためではなくて 99% の国民のための政治をどうか実現しようじゃありませんか。よろしくお願いいたします。大阪の戦いです。負けられないんです。大阪は中小企業の街でしょう。消費税増税、中小企業に一番負担が重い税金でしょう。こんな時に上げてしまったら大阪の経済はどん底に落ちてしまいます。消費税ってもう決まってるからしゃあないんちゃうか。そうじゃないんです。世論の力で消費税の増税は2回にわたってストップさせてきてるんですよ。世論の力でストップできるんです。明日投票の選挙がまさにその世論を示す選挙じゃないですか。皆さん、庶民増税するな、消費税に頼らなくても大儲け上げてる大企業や大資産家に応分の負担をしてもらえ、どうか
消費税増税をストップさせてください。よろしくお願いいたします。大阪にカジノはいらないんです。パチンコも公営ギャンブルもたくさんあるじゃないですか。カジノはパチンコなどよりもギャンブル性の高い賭博です。依存症になる方、その人が苦しむだけじゃない。一家離散、家庭崩壊、そして自殺、家族が一番苦しむのがギャンブルなんです。庶民の懐に手突っ込んで外国の企業が巻き上げていくのがカジノなんです。これで大阪の地域経済が良くなるはずはありません。自民党さんも公明党さんも維新の会もカジノに賛成の立場です。現職の議員でカジノはストップ、この皆さんの声をまっすぐ届けることができるのは私辰巳孝太郎ただ一人です。カジノストップの声を託してください。よろしくお願いいたします。私は200回を超える質問の中で森友事件の問題を一番取り上げてまいりました。なぜならば国家の私物化は絶対に許せないからです。森友事件はまだ終わっていないんです。公文書の改ざんをさせられた職員が自ら命を絶ちました。にもかかわらず政治家は誰一人責任を取っていません。こんな政治は間違ってんじゃないでしょうか。自民党の方は公文書の改ざんをさせた、公明党の大臣はゴミがないのにゴミを捏造して国有地の値引きの根拠にした、そして維新の会は大阪府のルールまで変えてあの小学校に認可をしようとした。現職私以外全員森友事件の関係者であり当事者ではないでしょうか。皆さん、大阪で起こった事件ですよ。大阪の議員がけり決着をつけなきゃなんないんです。森友事件の徹底解明を辰巳孝太郎にさせてください。よろしくお願いいたします。最後に皆さん、私がここまでブレずに戦うことができるのは日本共産党の議員だからです。企業団体献金も一切受け取らないからこそコンビニオーナーの立場で質問を政治を動かすことができました。6年前皆さんに国会に送っていただいた、その大きな力になったのは日本共産党への大きなご支援です。どうか皆さん、大阪の戦いは負けるだけにはいきません。どうか比例代表で日本共産党を伸ばしていただいて、そしてこの大阪選挙区定数4の選挙区で自民公明維新の会、会見連合、カジノ連合に負けるわけにはいきません。辰巳孝太郎を勝ち抜かせてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ただいまお話をさせていただきましたのは共産党大阪選挙区候補、今定数4の大阪選挙区で自民党、公明党、維新の会と大激戦繰り広げている辰巳孝太郎候補でした。ありがとうございました。そうしましたら続きまして全国で大激戦比例代表の先頭で走っている共産党のトップ新井和夫委員長、衆議院議員からスピーチをしてもらいます。それでは新井さん、よろしくお願いします。大阪の皆さん、こんにちは。日本共産党の新井和夫でございます。ご声援ありがとうございます。いよいよ明日が投票日になりました。比例代表も選挙区も大激戦ですが、どうか政党を選ぶ比例代表選挙では共産党と書いていただく方を大阪中に広げ、7名全員の勝利にお力をお貸しください。よろしくお願いいたします。そしてあと回ってます。大阪
選挙区は、辰巳幸太郎さんどこにいるのか。辰巳さん、ちょっと手挙げてください。辰巳幸太郎さん、今大激戦、大接戦ですが、4つの大阪の議席、全部ね、憲法改正とカジノ連合に渡すわけにはまいりません。どうか辰巳さん、皆さんのお力で必ず押し上げてください。私も今日は、8時まで辰巳さんと二人三脚で、今心も一つになって訴えに行きますので、どうかよろしくお願いします。皆さん、私、最終日にあたりまして、大阪の皆さんに3つの願い、皆さんの3つの願いを、共産党と辰巳幸太郎さんに託していただきたいということをお伝えしたいんです。1つは皆さん、安心の年金を作ろう。この願いをどうか、共産党と辰巳さんに託してください。よろしくお願いいたします。老後の年金が2000万円足らない、これが大きな問題になりましたが、実は問題これだけじゃない、もっと深刻な問題が浮かび上がってまいりました。マクロ経済スライドと言いまして、これから二十数年間年金をどん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 削っちゃう、この仕掛けが動き出しております。これ総額で7兆円もの年金を皆さんから奪う仕掛けになっているんです。この年金削減のシステムで一番被害を受けるのは若い皆さんなんですよ。今40歳以下の、ご清聴ありがとうございます、40歳以下の若い皆さん、厚生年金の方も国民年金の方も年金受給するときには年金2万円月減らされます。ご夫婦で4万円減らされます。国民年金の方は満額でも月6万5千円ですよね。とても少ないですよね。これも3割カットで4万5千円になっちゃう。皆さん、4万5千円で生きていきますか。生きていませんよね。皆さん、この話投資討論でありますと、安倍さんいつも制度の安定のために仕方がないと言うんです。しかし皆さん、いくら制度が安定したって国民の暮らしが滅んでしまったら何のための公的年金かということになるじゃないですか。あれ、そうしたらね、こんな制度やめるべきだ、そういうふうに安倍さんに言ったところ、天海さん、私に対してやめろなんていうのは馬鹿げた政策だと言った、あの安倍さんが、この私に対して、あの安倍さんがそう言ったんですよ。皆さん、しかしね、今でさえ貧しい年金をもっと減らしてしまうことこそ馬鹿げた政治ではないでしょうか。それぐらいやりますとね、安倍さんいつも言うセリフがある、年金にはうちでの小槌がないんです、だからしょうがないって言うんだけどね、共産党は3つのうちでの小槌提案しております。まず1つ、高額所得者優遇の保険料の仕組み、改めてまいります。1000万円以上の高額所得者、もう年金の保険料増えない仕組みになってる、ちゃんと払ってもらうじゃないですか。これやりましたら1兆円保険料収入が増えてまいります。これやろうじゃないですか。皆さん、さすがに皆さん、年金には200兆円もの積み立て金があります。4年分も積み出してこんな国ないんですよ。ところが安倍さんは100年先までこれ温存するっていう、おかしいですね。皆さんの年金削ってお金貯め込むなんておかしいね。何のために貯め込むか、株に使って株価を上げて大株主儲けさせるためですよ。皆さん、そんなことのために保険料払ってんじゃない、そうじゃないでしょうか。皆さん、この貯め込み金は高齢化のピークを過ぎたあたりまでで、給付に計画的に使わせようではありませんか。そして3つ目のうちでの小槌は、働き人の賃金を上げ正社員にすることです。この中でもパートで働いている方いらっしゃるかもしれない、多いですよね。パートで働いている方の 35% しか厚生年金に入っていません。派遣でも 67% しか厚生年金に入っていない。パートや派遣の場合賃金少ないですよね。
ずーっと電賃金が上がらされて、さあ年金の受給の時期になったらもう国民年金しかない、それも3割カットになったら、これもう日本の未来真っ暗闇じゃないですか。こっから立て直そうじゃないかというのが共産党の提案です。非正規の方を政治社員にするルールをしっかり作っていこうじゃありませんか。皆さん、この3つのうちの腰ちゃんと振れば、ちゃんと減らない年金できる。そして低年金の方は一律年6万円底上げしてまいります。皆さん、安心の年金への一票、日本共産党に託してください。辰巳孝太郎さんに託してください。よろしくお願いいたします。2つ目の訴えは、暮らしに希望。この願いはどうか共産党と辰巳さんにお寄せください。皆さん、消費税 10% とんでもないじゃないですか。こんな不景気の時に増税やるなんて無謀の極みじゃないですか。私に困っておりますが、お隣の京都で東本願寺の前の仏具屋さん伺いましたね。おかみさんにどうですか、ご商売来ましたところ、新さん飽きまへん、消費税 8% になってからもうすっかりお客さんどうなりまして、 10% になったらお店畳まなきまへん、こうおっしゃってた。皆さん、私ね、お店畳むの早いですよと言いたい。お店畳む前に安倍政権を畳もうじゃないですか。皆さん、皆さん、今からでも止められますよ。税金のあれから決めるのは安倍さんじゃない、被験者である国民の皆さんの一票一票で止めることができますよ。どうか今後の選挙で共産党を伸ばし伸ばしていただいて、辰巳さんからしていただいて、 10% は必ず止めようじゃありませんか。共産党は消費税に頼らない、別の日程財源を作ってまいります。あるべきところから、持ってるところから税金払ったものじゃないですか。株で大儲けしている富裕層、アメリカのビル・ゲイツさんは富裕層に課税をと言ってるじゃないですか。ビル・ゲイツさんの爪の中でも先手は飲み、先手飲んだことかと、私は日本経産連に言いたいと思いますが、いかがでしょう。大企業の皆さん、空前の儲けですよ。儲かって儲かってしかがない。だから内部留保を440兆も積んでる。そんなに儲かってんだったら、ボロ儲けのボロぐらいは社会に還元したらどうか。私はこう思います。いかがでしょう。こうやりまして、共産党 7.5 兆円の財源を作ってまいります。この 7.5 兆円で皆さんの暮らしを良くしてまいります。最低賃金、中小企業の皆さんへの支援、7000億円つけましてね、1500円を目標に上げようじゃないですか。介護や保育や障害者を与えている方の賃金が低すぎる、国の責任であることができるんです。月5万円上げて一般の労働者と同じ水準に上げていこうじゃないですか。国民健康保険料高すぎる、払えなくて保険証取り上げられて命を落とす方は後を絶ちません。皆さん、全国知事会は公費1兆円入れて中小企業のサラリーマン並みに下げようと言っている。皆さん、これやろうじゃないですか。どうかこの願いも共産党と辰巳さんに託してください。よろしくお願いいたします。大学の学費も高すぎる、ね、皆さん、大学の学費が高すぎる、親御さんが払わなきゃなりません。仕送りが減ってアルバイトに追われて授業時間削って勉強時間削って学生さんがアルバイトをやらなきゃならない。そして苦労して大学出たら奨学金という名の借金を数百万円も背負わされる。こんな社会は変えようじゃないですか。皆さん、若い皆さんが安心してのびのびとお金の心配なく学べる社会を作ってこそ日本の未来開けるんじゃないでしょうか。もともとの暮らしの希望、この未来を日本共産党と辰巳孝太郎さんにどうか託してください。よろしくお願いいたします。そして日程、憲法の問題も大きな争点です。安倍さん、9条を変えると今度の選挙の中で言いまくってますよ。ですから多数を与えましたので、安倍さんとそのお友達の維新に多数を与えましたので、これは
もう新人が下手ってことで会見に走り出します。なんで会見をこんなに執念回してやってるのか。私党首討論で安倍さんと随分議論した、はっきり浮かび上がってくることがございます。結局米軍を守るためなんですよ。全世界に展開している米軍、これを守るために、米軍がアフガン戦争やイラク戦争のような戦争に入った時に自衛隊が血を流して米軍を守る、日本を守るんじゃないんですよ。米軍を守るための会見だということがはっきりしてきたというのが、この間の党首討論の結論だということを訴えたいし、この恐ろしい道は絶対に許さないという審判を下すのじゃございませんか。皆さん、共産党は党を作って97年になりますが、戦前の暗い時代から命がけで反戦平和を貫いてきた平和の党です。平和では筋金入りの党が共産党なんです。どうか平和を求める一票、救助を守れる一票、日本共産党辰巳孝太郎さんに託してください。よろしくお願いいたします。お願いいたします。最後に皆さん、お集めこの辰巳さんという政治家について一言申し上げた。今辰巳さんの動画が90万回ですよ。すごいブームになっております。ぜひ見てくださいな。私も見てね、とても胸が熱くなりました。辰巳さん、生活相談を議員になる前に7000人やってきた。これについて決して讃えられる人じゃない、それだけ生活に困っている人がいるということを意味している、こうおっしゃってる。そして政治で救える命がある、それをやるのが政治の仕事なんだと、こうおっしゃってますね。皆さん、これが辰巳さんの原点なんですよ。この立場でコンビニの問題もやってる、ポリトの問題もやってる、全部の根っこにあるのは政治で救える命がある、これが辰巳孝太郎なんですよ。皆さん、こんな素晴らしい政治家いないじゃないですかね。皆さん、この大阪で皆さんの誇りじゃないですか。皆さんのお力で辰巳さんの議席、どんなことがあっても守り抜いていただきたい、そのことを重ねてお願い申し上げまして、私の訴えとさせていただきます。ありがとうございました。ご注意ください。よろしくお願いします。ただいまお話をいただきましたのは、共産党志位和夫委員長と、そして大激戦の大阪選挙候補、共産党の辰巳孝太郎参議院議員でした。ありがとうございました。お集まりの皆様方の一票一票、そして周りへのお声掛けがあれば、この大激戦の大阪選挙区、皆さんの力で必ず辰巳孝太郎を押し上げていただくことができます。必ずね、今から帰り道、もうスマホに入ってる全部の電話に電話してください。そして共産党と比例代表は、共産党大阪選挙区は辰巳孝太郎と、どうぞよろしくお願いいたします。それではこれにてこちらの場所での外交宣伝を終わらせていただきまして、お集まりの皆様、本当にありがとうございました。どうやって移動するんでしょうか。時間が大変でしょう。ありがとうございます。ご通行中の皆さん、辰巳孝太郎でございます。今日はこの車から新和夫共産党委員長、辰巳孝太郎2人揃いまして、最後の最後のご支援のお願いに上がりました。梅田で働いている皆さんはランチ外食多いですね。ランチ高いっすよ、梅田は。消費税増税なんてされたら、下がってるお父さんのお小遣い直撃です。消費税増税ストップ、どうか辰巳孝太郎に託してください。辰巳、ありがとう、頑張ります。救える命があります。政治で救える命があるんです。格差と貧困は政治が作り出しました。格差と貧困の解消は政治の責任で行うべきです。辰巳孝太郎です。どうぞ皆さん、明日が投票日です。ありがとうございます。皆さんの一票で政治を変えてください。あなたの一票で政治は必ず変わります。私に、共産党の志位和夫です。今日は
辰巳孝太郎さんの応援のお願いに上がりました。大逆転大逆転です。どうか皆さんのお力で押し上げてください。よろしくお願いいたします。